どこのものでも測ってます。오늘은후쿠시마산닭고기를측정할참이다これが放射能の測定器です。食品の放射能測定器で。결과가나오려면30분이상이걸린다측정기는주로세슘을검출해낸다이런식으로그동안모든식재료를검사해왔다私たちはどうしても子どもたちにはね1ベクレルも与えたくないできるだけ与えたくないのでこうやって測ってるんですけど닭고기에서세슘이검출되지않은것을확인하고서야루리씨는아이들을먹일요리를시작한다그러나아무리노력해도후쿠시마에사는이상아이들을제대로지킬수없을지도모른다는불안감이늘가슴을짓누른다本当に日にね何回も迷う時間がやっぱりあるんです今も逃げた方がいいのかなって本当に毎日に迷う瞬間がいっぱいあるんですけど후쿠시마에산다는이유로졸지에원전사고를당했고모든일상이달라졌다그런데도정신적인고통과어려움을개인이감당해야하는것에루리씨는화가난다고했다誰一人責任も取っていないし罪にも問われていないのでね国民のね一人一人のこの命っていうものがそんなに国にとって軽くて簡単なものだったのかっていうことは悔しいと思ってますし나미에마치가설주택촌에있는한민간진료소현에서하는검사를믿지못하는부모들이이곳을찾아와아이의갑상선검사를다시받고있다ここにこれ出てくるやつがこれ甲状腺ね異常なくて A1 ですはいありがとうございますこういうふうにね세이키슌지진료소장은주민들이현의검사결과를불신하는데에는그만한이유가있다고했다でもこれ風向きとかなんかで放射能のあれがどの辺にこう流れていったかどうかというのを全部チェックするすぐに分かるあれなんですけどそれを我々に全く知らせてよこさなかったし国もそれをこう発表しなかったんですよねですから分からないもんですから結局放射能が非常にこう多く降り注いだところに特に浪江町の方があそこに避難してしまったと특히당시에아이들이받았을요오드피폭을가장걱정하고있다갑상선암의원인이되기때문이다그리고그영향이앞으로어떤피해로나타날지알수없다4년5년経って一番甲状腺被曝の影響が出てくる時期に甲状腺がんのね子どもさんたちがいっぱい出てくるかどうかということがまず一番心配になりますよねそれからあとそれ以外のセシウム134と137の被曝をどのぐらいの方が健康被害が起きるのかというのはこれは全く誰にも分かってませんデータが全くありませんので인간이발견한최고의에너지원이라불렸던우라늄그러나핵분열로나오는방사능은다른어떤것으로도사라지지않는다스스로모든에너지를잃을때가돼서야비로소소멸한다원자력발전의원료인우라늄이핵분열되면서200여가지의강력한방사능이발생하는데이것이인체에들어가면 DNA 를파괴한다한꺼번에많은양의방사능에피폭되면혈액과장기가기능을멈추면서사망에이르게된다내부피폭즉오염된음식을통해방사능에노출될경우암이나유전장애를일으킨다방사성물질중요오드131은대부분갑상선으로집중돼갑상선암을유발한다세슘137은주로근육과방사능에특히민감한생식기에축적돼각종암과유전장애를일으킨다검출이어려운스트론튬은칼슘처럼뼈에축적되는데골수암이나백혈병을유발한다최악의독극물은플루토늄이다호흡을통해폐로들어가뼈와장기에쌓인다반감기가무려24000년으로한번피폭되면빠져나가지않는다
그런데 이 방사성 물질은 특히 어린아이 그리고 태아에게 치명적인 영향을